休憩前に引き続き会議を開きます。次に新型コロナウイルス対策について4番今江恒雄君および16番小牧一美さんから緊急質問の通告があります。今江恒雄君および小牧一美さんの緊急質問に同意の上発言を許すことにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって今江恒雄君および小牧一美さんの緊急質問に同意の上発言を許すことに決定いたしました。日程第7、これより緊急質問を行います。発言順位は4番今江恒雄君、16番小牧一美さんの順位により順次質問を許します。なお発言時間は30分以内であります。4番今江恒雄君。ただいま議長のお許しをいただきましたので、今回、先決処分されました図書カードの購入及び配布について、先決処分のあり方について、総括方式にて緊急質問させていただきます。本市において、現在、学校再開のめどが立たない中、図書カードを配布し、子どもたちの日々の暮らしの励みになればと、いう親心は一定理解しますし、先ほど委員会でも議員の方が発言されましたが、守山市独自のメッセージを発信していただいたということは本当に良かったと思います。さて、先決処分においては、地方自治法第179条および第180条に規定されておりますが、第179条は、主に議会が機能しない事態への対処を目的として、首長が独自の判断で処理するためと定められ、第180条は、主にスピーディーな運営のために、決議までの時間を省略するにあたり、あらかじめ決議で定められた事項に関しては、首長が自由に処分できると定められております。179条との違いは、議会には報告するだけでよく、承認を求める必要はないとあります。守山市においては通年議会でありますので、179条は該当せず、180条の適用になります。守山市において議会が市長に委任している項目の中に、災害時等による維持補修及び工事等における歳入歳出の補正とあります。市長から報告いただきました今回の図書カードの購入及び配布は、委任しているこの項目の適用を用いて先決処分したと聞いておりますが、このコロナ感染対策が急がれる中で優先される事柄であったのか、市長の報告を聞き、私は疑問に感じましたので、質問させていただきました。本市と同様に、高島市では4月22日水曜日に全員協議会を開催され、本市へ本日、臨時議会で決議された後、図書カードを配布されると聞いています。守山市における図書カード配布について、提出資料には、4月16日木曜日に先決と記載されています。また、17日金曜日までは、一切3000円の図書カードの配布の話はありませんでした。今回の図書カードの購入及び配布については、先決処分でされましたが、いつの時点で3000円の図書カードの配布を決定されたのでしょうか。
時系列においても辻褄が合うのでしょうか。いつも市長は行政と議会は両輪のごとくと言っておられます。16日に専決処分したとありますが、速やかに議会に申し入れを行い臨時会議を開催できたのではないでしょうか。本当に図書カードの配布に緊急性があったのでしょうか。また高齢者や障害者、さらには医療従事者など地域においては差し迫った課題があり、今月14日には議長より市長宛に申し入れがされたところであり、市民の皆様からはマスクや消毒液を求める声を聞いておりますが、これらの課題についても今回の図書カードと同様に緊急的な対応が必要と思っておりますが、専決処分の取り扱いについて市長のご見解をお伺いいたします。市長、それではただいまの今井議員から緊急質問になりました図書カード配布にかかります専決処分についてのご質問にお答えいたします。ご存知の通り森山市においては3月3日から春休みまでの期間を休校としたところでありまして、4月8日の市内での感染者の発生を踏まえまして児童生徒の健康と安全を守るため、4月10日から4月23日まで臨時休校としたところでございます。その中、4月16日に緊急事態宣言が全国に拡大したことを受けまして、感染拡大防止の観点から本市の小中学校の臨時休校措置をゴールデンウィーク明けの5月6日まで延長することとしたところでございます。その結果、子どもたちが楽しみしていた学校再開はもとよりゴールデンウィーク中も不要不急の外出を控えなくてはならない事態となったところでございます。本来であれば教育委員会において、少なくとも4月24日には児童生徒に登校してもらい、児童生徒と教師の信頼関係の構築、また休校中の学習状況や生活状況の把握、さらには不安や課題の状況把握等を行う予定としておりました。しかしながら緊急事態宣言の発令によりまして、この登校日さえも実現できないこととなりまして、また3月から合わせますと2ヶ月間という戦後これまでになかった長期間にわたり義務教育を行う小中学校が休校となり、児童生徒の健やかな成長の観点から学習習慣や生活習慣の定着はもちろんのこと、児童生徒が明確な目標を持つきっかけをいかに作るかが大きな課題であると認識をしたところでございます。このような中、教育委員会では4月22日から本日24日までの3日間に各担任が家庭訪問を行い、目安となる日課表と学習関係資料を配布するとともに、虐待等の課題も懸念されますことから、子どもたちの状況を的確に把握することとしたところでございます。このような経過の中で、教育委員会と協議を行いまして、先に述べました児童生徒の成長にかかる課題解決の方策として、図書カードを配布し、児童生徒が保護者と休校中の生活や目標について話し合った上で、学習教材と関心のある本を購入し、休校中に活用してもらうことが最善と判断したところでございます。また4月22日からの3日間の各担任の家庭訪問の際に、各担任がメッセージをつけて図書カードを手渡しで直接配布を行うことが、長期休校の中で児童生徒が明確な目標を持つきっかけ作りとして最適なタイミングであると判断をしたところでございます。当初予算でお認めいただきました予備費を活用いたしますと、2000円分の図書カードは配布できますものの、学習教材と関心のある本を購入するには不足をするため、義務教育が実施できない中での家庭学習の一助として
3000円分の図書カードの配布が必要であると判断をいたしまして、災害等により必要となる支援活動であって、緊急を要する歳入歳出の予算の補正に関すること、このことに該当いたしますことから、専決処分を行ったところでございます。なお、本専決処分は、緊急事態宣言の発令に伴うものでありまして、その因果関係を明確化する観点から、緊急事態宣言の発令日をその日付としたところでございます。何よりも一日も早く子どもたちが安心して登校できる日が来ることを待ち望んでいるところでございます。一方で今後新型コロナウイルスによります影響が長期化する可能性がありまして、多分野にわたる課題が見込まれます。今後とも市民の生活や経済活動、学習支援等の観点から議会の皆様と協議を重ねる中、適宜適切な対応を講じてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。4番、今井恒雄君、よろしいですか。はい、4番、今井恒雄君。はい、ご答弁いただきましてありがとうございます。市長の、子どもたちに対する思い、また今、学校での緊急性、十分に把握いたしておりますし、この図書カードの配布については反対するものでございません。でまた専決処分についてはですね、緊急性があったということで、一定の理解はしますものの、専決処分のについては、議会が市長に委任しているところでもありますし、議会側でも今後、またどこかの機会で、専決処分のあり方については、議論していかなければということは思っております。また今後、先ほどからの委員会でも、ありましたように市民の方々の生活状況は今後5月に入りましても6月7月とどうなっていくか不安がいっぱいなところでもあります。今市民の方々が求められておられるのは市長の強いメッセージを期待されているところもありますし、ホームページではいろいろとコロナ対策について載せていただいてますけれども、もう少し市民に声が届くように対応していただけたらと思います。その辺について、市長のお考えをお伺いしたいと思います。はい、市長。はい、それではただいまの、再質問にお答えいたします。まずこの新型コロナウイルスの状況の中で市民生活、また企業の活動等に大きな影響が生じていること重々承知をしております。そのことを踏まえまして、今回補正予算等も先ほどお認めをいただいたところでございます。また今回予備費としてこれまで2000万に合わせまして1億8000万増ということで2億円の予備費もお認めいただきました。これを活用する中で市民の皆さんに必要な真に必要なサービスでありますとか対策、これを迅速に打ち出していきたいと思っています。で、提案理由の中でも申し上げましたように、この予備費の執行にあたっては、事前に議会の皆さんともしっかり意見交換をさせていただきたいというふうに思っているところで、協議等もさせていただきたいと思っているところでございます。で、また市民の皆さんにしっかり強いメッセージをということで、今日までメッセージ出しておりますが、引き続きしっかりとした思いを市民の皆さんに伝えていきたいと思いますし、ゴールデンウィーク明けまでの2週間が本当にこう一つの山場だと思っています。市民の皆さんに、大変な中ではありますが、外出の自粛を強くお願いしていかなければ乗り越えられないと思っていますので、引き続きしっかりと市役所の職員とともに、また議会の皆さんからもいろいろご指導、またご提言といただく中で取り組んでまいりたいと思っております。今後ともどうかよろしくお願いします。以上、答弁とさせていただきます。4番、今井恒雄君、よろしいですか。16番、小牧和美さん。
それでは、緊急質問の機会をいただきました。一問一答で新型コロナウイルスの感染症対策について大きく3点お伺いをしたいと思います。今臨時議会には新型コロナ感染症の感染に伴い感染拡大の防止また経済への影響に対し守山市としての対応に取り組むべく条例改正や補正予算が提案をされております。日本共産党守山市議団は3月以降市民の皆さんの声などを要望書にまとめその都度対応を求めてまいりましたが今回は国保税や介護保険料の減免や国保の傷病手当を支給するための条例改正など要望してきた内容がいくつか盛り込まれております。これまでも休校中の子どもたちの対応についてでも前向きに対応いただいていることに感謝を申し上げたいと思います。まず1点目は医療体制の充実についてお伺いをいたします。すべて市長にお伺いいたします。感染を早く収束させることが求められておりますが残念ながら収束するどころかむしろ拡大しているという事態であり埼玉県では50代の軽症の感染者が自宅で待機している間に容体が急変して亡くなられる昨日は岡江久美子さんが亡くなられるという悲しい報道もありました。皆様に謹んでお悔やみを申し上げるのと同時に新型コロナ感染症がいかに恐ろしい感染症かということをまたもっと早く病院で処置していたらという無念の思いが募るところです。今最も心配をするのが医療崩壊です。すでにもうそういう状態になっているところもあるという指摘が一部は出ております。感染症を受け入れる体制を整えて医療崩壊を起こさないことがどうしても大事です。ところが今国で組み替えられた補正予算案には医療や検査への支援拡充は全く図られておりませんでした。差し迫って求められる PC 検査体制の強化や医療現場への財政支援の予算はわずか1500億円程度のままです。コロナ患者の受け入れに対応するには1病院あたり月1億円から3億円弱の減収が生じるという試算もあります。医療機関への支援と検査の拡充、マスクの緊急供給など医療体制の強化にさらなる財政支出は不可欠です。数兆円規模に増額し医療崩壊を食い止めるあらゆる手立てを尽くすべきと考えます。この点について市長の見解を求めたいと思います。また県内の感染者受け入れ体制はどうでしょう。県内の感染症指定病院の受け入れ病床がすでに満床となり県立総合病院で16日から感染患者の受け入れが始まりました。ところが県立総合病院は感染症専門病院ではありません。一般の患者さんから不安の声が寄せられています。現場では陰圧室の整備など院内感染が起きないよう最善の努力を講じていただいているとのことですがその対応は手探り状態でありさらに今後感染入院患者が増えれば医師看護師、医療従事者にとっても厳しい状況となることが心配されます。院内感染、医療崩壊を絶対に避けるために、外来時の発熱チェックや PCR 検査の拡充など、院内に新型コロナウイルスを持ち込まない対応が求められると考えます。防護服やマスクなど感染症対応の医療備品の充足も含め、県に医療体制に対する積極的な対応をもっと強力に求めるべきと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。市長。それではただいまの小牧議員の緊急質問1点目の医療体制の事実についてお答えをいたします。まず先ほど岡江久美子さんの亡くなられたことに言及されましたが本当活躍されていた方が突然亡くなるということでこの新型コロナ感染症の恐ろしさ国民の皆さんに本当にこう、徹底がされてきているところであります。で先ほども申し上げましたようにこの2週間どう、国
民が我慢して過ごすのか、ここにまず一つかかっているということでありまして、市民の皆さんにもしっかり働きかけを行ってまいりたいと思っております。その中で医療崩壊についてご心配されているという声を今いただいたところでございます。まさしく医療崩壊、東京の方では既に始まっているところでありまして、滋賀県においても3月の頭に感染者が出て、本日も1名、また陽性者が午前中で確認されたということで93名ですかね。ちょっと夕方の検査の結果どうなるか分かりませんが、確実に増えていっているところであります。で、今のところそのクラスター中心ということで感染経路不明の方は限られているということでありますが、いつ爆発するとも分からない、そういった中で医療崩壊を起こさないような取り組み、このことが必要不可欠だと思っていまして、今日まで私も知事もそうですし、県の健康福祉部長、また議会に対しても、さまざまな場面で、これ、今日まで提言、また要望等も行ってきています。特に、感染病床が34床しかないというのは、もうみんなが分かっていた話で、こんなんで足りるわけがないという中で、特に総合病院については、500床ありますが、稼働率が80割程度と聞いているので、100床ありますので、うまく旧の建物を使えばやれると。でまたその全てが陰圧が必要ではありませんので、人の確保さえつけばやれるということで、これは地元医師会もそういう要望をされていましたので、そのことをしっかり伝えてまいりました。そういう中で、今日は藤原議員の答弁に申し上げましたが、ようやくといいますか、計画病床の活用が始まり、そして県の総合病院、また彦根市民病院において、新たな病床も確保されてきたところであります。しかしながら実は総合病院、まず病棟で50床と言っているんですが、稼働病床はまだ5床ということで、ここは総合病院の総長の市山先生がかなり慎重になられているということで聞いていますが、しっかり陰圧をしなければ受け入れないということをされています。ちょっと県の方から聞いていると、陰圧までしなくても大丈夫だと、その皆さん心配はあるんですけども、しっかり科学的見地からしっかり取り組んでいくべきだと思っています。で、市としましても、市役所 の市民病院の急病棟については開けられるということは前から分かっていますので、そこはいつでも活用できますよということで、前々から県には投げかけを行ってきているところであります。その中で、ホテルを活用した軽症者の受け入れ体制もできてきました。また県においては、いわゆる全国チェーンのホテルさんの協力を得て、今後さらに増やしていくということで、今ちょっと遅い部分はありますが、今どんどん準備がされていっているところであります。いずれにしましても医療崩壊を起こさないように、その受け入れ体制、そしていわゆるその発熱外来でありますとか PCR 検査の体制充実、ここは本当に不可欠でありますので、引き続き県に対してしっかり働きかけをしていきたいなというふうに思っています。あと国の方の予算額が足らないというのは、ちょっと私はそこまで詳しくは存じ上げないんですが、国の方でも予備費は5兆円確保されているということで聞いてますし、あと病院の経営につきましては、今実際その、外来の方も各病院減ってますので、医療費が下がっていく、あとその、保険料についても猶予していくということがありまして、でこの保険料の猶予は特別調整交付金等で当てるとなっているんですが、ちょっとそのまだ始まったばかりでありますので、全体がこうどうバランスしていくのかというのが見えない中で、国としてもできる限りの対策は予算としては考えられているのではないかと思っています。しかしながら医療崩壊を起こさないように、また病院の経営がしっかりするように、ここはしっかりさまざまな場面を通じて、国県にも働きかけていきたいと思っております。以上、答弁とさせていただきます。16番小牧和美さん。16番小牧和美さん、はい、お願いします。どの方も一生懸命やっているというふうに思います。国も県も市も皆さん一生懸命やっている。しかしこの医療崩壊についてはもう待ったなしの状態があって、埼玉県の男性の場合は、自宅で待機をしてくださいって言ってる間に急変するっていう、岡井さんもそうかもわからないですけど、病院に入れない状態があるというのがもう日本の中で起きていると。でもう病院によってはお医者さん看護師さんが感染をしていたらもう病院閉鎖っていうことも起きてきているっていう中で、国の予算はですね、区議会予算で1500億と、先ほど紹介しましたように感染患者を受け入れるっていうことになったら体制を強力に整えなければならないっていうこともありまして、
まあ、低く見積もっても1億円は1つの病院でかかってくるということを医師会の先生たちが言っている中で、昨日は知事会も医療体制の充実に対する予算の要望を国にしていますし、与野党が力を合わせてやっていこうという国の流れもなっておりますので、国もまあやってるだろうということではなくて、地方自治体、特に森山は大きな病院2つ持っている森山としても、すごい私たちにはかけがえのない医療体制が崩壊しないような形として、市長としても もっと申し訳ない、もう一踏み込んで、県国に要望をしていただきたいし、もう一つ PCR 検査はもっと日本の国が遅れているということもすごく挙げられておりまして、皆さんもよく情報で出ると思いますけれども、なかなかそこまでたどり着かないという人たちもたくさんいるということですので、ぜひ一生懸命やっていることは十分分かっておりますけど、もう一つ踏み込んで、要望を挙げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、市長。はい、お答えをいたします。先ほど答弁申し上げたとおりでまして、今日までも要望をしっかり行ってきておりますし、今後ともしっかり県に対してはしっかり要望してまいりたいと思っております。で、いくらいるかというのは、それはもう総合的に国の方で判断されるべきでありますので、いくら確保すべきというよりは、こういうことができるように予算を確保すべきと、そういう形の要望をしてきておりますので、いくらあったら足りているのか誰も分かりません。そういう意味で5兆円の予備費を国は確保されていますので、そういったものを活用して必要な医療サービス、また対策が講じられるように、そこはしっかり要望してまいりたいと考えています。あと、なお PCR 検査については、民間の PCR 検査の機関も、検討中だということで聞いておりますので、この点も引き続きしっかり県に対して促してまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。16番小牧和美さん。そうまさにその通りでして、その PCR 検査も広がっていっているので、ネックになっているのは多分お金だというふうに思うんです。で、国はそこはちゃんとやっているというふうに捉えていらっしゃるか分かりませんけれども、そのお金の部分がネックになって、なかなかそういうのが前に進められないという実態があるので、そこはぜひ自治体の長として県知事会ともに積極的な対応を要求していただきたいなということを申し上げたいと思います。続きまして、暮らしと経済の影響についてお聞きしたいと思います。藤原議員の質問にも重なる部分もありますけれども、感染防止のために一人一人の努力は必要です。手洗い、うがい、マスク着用など最新の感染予防の対応が一人一人、私たち一人一人に求められています。しかし、外出自粛を呼びかけるだけでは実効性のある対策とはなりません。その曖昧さが3月、4月と2ヶ月が終わろうとしている今も、感染拡大が止まらない結果になっているというふうに思います。自粛と保障はセットでと、日本共産党と野党は共同して政権に対して強く求めてまいりました。すぐに1人10万円の現金がすぐに手元に届くように給付を求めてまいりましたが、このほど政府は遅きに失したとはいえ、ようやく1人10万円の給付を決断したところです。しかし、さらに今、外出自粛や休業要請で損失を受けている人の生活と営業が持ちこたえられるように、さらに思い切った財政措置が必要ではないでしょうか。感染爆発を止めるという視点で、外出自粛や休業要請と一体での所得保障をすることが必要だというふうに考えますが、市長の見解をお聞きします。市長。はい、それではただいまのご質問にお答えいたします。藤原議員のご質問に答弁申し上げましたが、今回国においては新型インフルエンザ等特別措置に基づく休業要請について、国としては保障措置を講じないとされています。一方で、その法律上都道府県が休業要請を行う決定権者でありますことから、都道府県が行う事業者に対する休業
の協力金等を、地方創生臨時交付金の対象とするということが言われているところであります。まあ、滋賀県ではご存じ通り、昨日から、休業要請が行われたところでありまして、まあ、この、県の協力要請に協力した事業者に対しては、臨時支援金を中小企業で20万、個人事業主10万円を交付するとされているところであります。市としても、しっかり、県の制度について周知徹底を図ってまいりたいと考えていますし、あとはまた10万円の特別定額給付金については、迅速に市の方として、給付をぜひしていきたいと思っています。また企業の経営につきましては、これも先ほど、藤原議員の答弁申し上げましたが、今、国の方で、持続化給付金、売上が半分以上落ちた企業については、中小企業200万、小規模事業主で100万円というこういう措置がありますので、これをスムーズに市内企業が取得いただけるように、ぜひ支援をしてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。はい、16番、小牧和美さん。その給付金ですけれども、県が行う、休業要請に伴う臨時交付金ですけれども、休業要請に、休業要請される、職種の人たちには給付金が払われますが、休業要請に当たらないというところもあります。休業要請の適用にならないところとかね。で、国の、臨時、交付金ですけど、それも 50% の減収があってそれが充当されるっていうことで3割4割の減収ではそこに当てはまらないっていうふうなことにもなるわけですね。それで藤原議員への答弁の中に商工会議所がアンケートを取られて1716事業所アンケート取られて森山氏としても落ち込んでいるっていうことを判断をしているというふうに答弁をされたと思うんですけど、この信用保証料積極的に森山氏は取り組んでいらっしゃいますけども、信用保証料の相談が116件というふうに、お聞きをしました。一生懸命やってくださってますし、この百数件のこの相談に対して的確に迅速に対応してくださっているその頑張りについては本当に頭が下がりますけれども、市内企業全体のことを見ると、例えばもう申請をする気にもならないぐらい落ち込んでいるところはどうなのかとか、たちまち4月の家賃電気代固定費営業をしていなくてもその固定費を4月は何とか払ったけども5月はもう立ち行かないっていうふうになっている企業が、将棋所のアンケート1716、森山全体だったら2000以上の事業所があるというふうに思っておりますが、その全体に対する、網羅ができるのかっていうことが問題意識の中にあります。ですので、国県の対策に対してそこにかからない漏れてしまう人たちの声に対しても森山氏としてしっかりとした支援策ができないかという問題意識、自粛と同時に補償っていうのを少しだけでも森山氏としての気持ちでもいいのでそういう姿勢を見せていくことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。市長。はい、市長。はい、それでは答弁申し上げます。まずこれも先ほど藤原議員の答弁で申し上げましたが、経営が苦しくなっている企業の皆さんにおかれては、セーフティネット資金、について、ご利用を、促しているところでありまして、信用保証料については県が全額補助する、市においては、利子補給を行っていくということで、この資金繰りの支援で、まずは固定費の支払い等を含めた事業継続に必要な手元資金を一定確保できるのかなと思っています。ただこれで十分でないというのはよく分かっております。で、今セーフティネット資金の状況は151件すでに認定を行っているということでございます。また相談は280件あるということでございます。今後ともしっかり相談に乗ってまいりたいなと思っています。で、小牧議員のおっしゃられた休業要請の対象になっていない企業についてどうするのか、我々も実はここ数日ずっと
都市活性化局含めてですね、いろいろ議論していますが、なかなかこう配り方が難しいという部分がありますし、どうやって判断するのかというのも難しい。あとその実質的に、まあ、経営してないけれども手が挙げられる制度にもなりかねないという中で、なかなかいい制度が見つからないというところでありまして、まあ、そういった意味で先ほど答弁申し上げましたように、まず一律10万円の特別定額給付金はしっかり速やかに交付をしていく、また国のその持続化給付金についても、まあ、スムーズに受けていただけるように取り組んでいく、また雇用調整助成金についてもしっかり分かりやすく丁寧にやっていくと、まあ、こういった今ある制度をしっかりまず使っていきたいなと思っています。でいずれにしましても、市内の企業の状況を見ながら、まあ、適切な対策、これはしっかり今回予備費も認めていただきましたので、まあ、議会の皆さんとも相談する中、まあ、打っていきたいなというふうに思っております。まあ、引き続き、まあ、鋭意検討してまいりたいと思っています。以上、答弁とさせていただきます。16番、小牧和美さん。ありがとうございます。まあ、国 の、 1世帯30万円 の、 給付も計画も、ね、当初はもらえるっていうふうに思って喜んだ人たちがですね、実際とてもハードルが高くって申請手続きに手間がかかり、実際受け取るのは 2,3 ヶ月後っていうことが分かりっていうふうなこともあって、でもう全国から声が上がる中で、まあ、とりあえず1人10万円っていうのがもう決まったっていうことなんですね。本当にこれもう4月5月6月どうするかっていうぐらいの切迫感がある話なので、ぜひですね、いろんな制度があっても実際使おうと思ったら使えないとか当たらない、先ほど の、 収入が 50% 以下に落ちたところって、じゃあ 40% 落ち込んだところはもう認められないわけで、さまざまな今の制度、 ある制度もちょっとここには引っかかって受けられないっていうのもあって、今たちまちもうなんかそこの枠を外していきましょうっていうようなことも国で対応されていますので、ぜひいろんな声を私たちも上げていきますし、市としても県国にしっかりと使いやすくしっかりその制度が皆さんに使ってもらえるようになるように声をしっかり上げていっていただきたいなというふうに思います。では最後に報告第6号の令和2年度守山市一般会計補正予算第1号についてお伺いをしたいと思います。先ほどの今井議員の質問とも重なる部分もありますけれども、さまざまな視点からお伺いしたいと思います。この補正予算は休校中の市内小学中学生に図書カード3000円分を配布しようとするもので、2686万円を追加補正しようとするものです。長期の休業中、子どもたちの学習や読書に役立ててほしいというその趣旨は一定理解するものの、今臨時議会に諮られることもなく、すでに市長の専決により授業は始まっている、このことについてはいささか納得しかねるものです。まずお聞きします。まず1点目、そもそもコロナ対策の補正予算を編成するにあたって、この図書券図書カードの配布はどのような必要性緊急性の議論の中からこの配布ということになったのか、議論の経緯についてお伺いをしたいと思います。2点目は、今回図書カードの調達にあたってどのような方法で購入をされたのでしょうか。本来入札の手続きを経て対応されるべきものではないでしょうか。3点目、図書券の配布は学校の教員に22日からの家庭訪問する際にその役割を担わせたというのことです。教職員が市からの金券を家庭に配布することの是非は現場教職員の意見も聞いた上で判断されたことでしょうか。仮に紛失時の責任のあり方や受け取った受け取らなかったという証明はどうされるのかなど、公金を扱うあり方としてはあまりに安易ではなかったかというふうに思います。見解を求めます。4点目、これらのことが議会での議論もないままに専決で行われるということはあってはならないことではないでしょうか。市議会は通年議会を採用しております。臨時議会も今日24日に開かれるということが決まっていたにもかかわらず、専決の緊急性はどこにもありません。
あまりに独断専行がではないかと思います。市長の見解をお伺いしています。はい、市長。はい、市長。それではただいまの図書カードについての4点のご質問にお答えをいたします。まず経過でありますが、先ほど今井議員の質問についてもお答えしたところでありますが、ちょっと簡略に申し上げますが、緊急事態宣言が4月16日に出たということであります。で、我々その、少なくとも4月24日には児童生徒に登校してもらって、児童生徒と教師の信頼関係の構築、また休校中、3月からずっとですので、休校中の学習状況、また生活状況の把握、また不安、課題の状況把握と行う予定としたところであります。しかしながら、この緊急事態宣言の発令によって、登校日さえも実現できない、また分散登校とかいろいろ議論もしたんですが、それさえもなかなか難しいという中で、3月から合わせると2ヶ月間という、戦後これまでになかった長期間にわたって義務教育を行う小中学校が休校となったところであります。この議員よくご存知の通り、子どもたちが学校行かないってどういうことなのか、本当に人以上にお分かりだと思いますけれども、そういう中で児童生徒の健やかな成長の観点から学習習慣、また生活習慣の定着はもちろんのことを、児童生徒が明確な目標を持つきっかけをいかに作っていくかが大きな課題であると認識したところであります。そういう中、教育委員会ではこれこの緊急事態宣言を受け、24日に学校を開けないという中で、何とか子どもたちに対して、その学習資料でありますとか、目安となる日課表を届けていかなければならない、また子どもたちの状況を見なきゃいけないということで、22日から24日までの3日間、家庭訪問を行うという判断をしていただいたところであります。このような経過の中で、教育委員会と協議を行いまして、先に述べました児童生徒の成長に係る課題解決の方策として、図書カードを配布をして、児童生徒が保護者と休校中の生活や目標について話し合いをした上で、学習教材と関心ある本を購入して休校中に活用してもらうことが最善と判断したところであります。また4月22日からの3日間の各担任の訪問の際に、各担任がメッセージをつけて図書カードを手渡して直接配布を行うことが、長期休校の中で児童生徒が明確な目標を持つきっかけづくりとしての最適なタイミングであると判断したところでありまして、こういった必要性、また緊急性の中で今回選挙処分をさせていただいたところでございます。2点目の図書カードの調達でございますが、22日から先生方が訪問を行うということで、21日までに納入する必要がありますことから、地方自治法の規定に基づきまして、随意契約の形で調達をさせていただいたところでございます。3点目につきましてですが、この配布方法について、教育委員会としっかり議論したのかということでありますが、しっかり教育委員会、教育長をはじめ、教育委員会の先生方とは何度も議論をし、本当にできるのかできないのかという、ギリギリの話をする中で、最終的にやはり子どもたちの状況を把握する中で、先生が、先ほどすべてにちょっとお手合わせしてないというのは大変申し訳ありませんが、できるだけその直接渡してもらう、そのことによって先生の思いも伝わりますし、そこにメッセージカードをつけてもらう、このことが子どもたちがこうどうしていいのかなと、なかなか見えない中で、先生もここまで来てくれて、そういうメッセージもくれたんだというのが、子どもたちの一つの取り組んでいくきっかけになるんじゃないかというふうに思ったところでありまして、そういった中で教育委員会としてもその方向でいこうと判断をいただいたところでございます。で、また今回金券を配れて確かにそういうことなんですが、受け取った受け取らない、こういったことあってはならないので、チェックシートを作りまして、先生方が各家庭に行ってお渡しをした、先生方の手元のチェック表ですが、そこではしっかりチェックをする中で、しっかりとした配布を行っているところでございます。で、4点目ですが、先決のところであります、先ほど申し上げましたような、子どもたちの成長の上で、必要性、また緊急性があるというふうな判断をさせていただいたところでございます。で、いずれにしましても、先決処分というのは、当然限られた場合にありまして、今回緊急事態宣言が出て、本当に戦後今までこんなものは出てない、海外でいうと戒厳令に近いものでありますので、そういった中で子どもたちの成長というのを念頭において判断したものでございます。何卒ご理解賜りますようによろしくお願い申し上げたいと思います。16番、小牧和美さん。長期休業中の子どもたちの心とかを、思って市長が熱い
思いでこういうことを考えられたということは評価をさせていただきたいと思います。愛情が感じられると思いますが、教育現場の、教師たちは22日から家庭訪問をするっていうのは教育的な観点ですで、に、計画を作り、どのような家庭訪問の仕方をするかというのを決めておりましたのです。で、今回コロナ感染症に対してはですね、さまざまな保護者がいらっしゃいまして、もう配布物を直接相手から手渡されることもかなんていうお家もいらっしゃってですね、中にはですね、子どもを一歩も外には出さないと、誰が来ても出るなと言ってるお家もあると、そういうお家もあるんです。実際このコロナの怖さっていうのをすごく心配をされて、家の中にそのウイルスを持ち込まないすごく敏感な対応をしているお家もあるのです。で、学校の教員たちは一軒一軒にお電話をして、どういう形でプリントを渡させてもらったらよろしいかと聞く中で、全員に手渡しという形を取っていないのです。それぞれの手渡しの仕方、面談できるお家は面談するし、出てきてもらえないお家にはポスティングするからねということを決めて22日間の家庭訪問に入っております。ところがこの金券を渡すということになって対応が変わりました。でですね、私、市長の思いはとってもよくわかります。長期休業中の子どもたちがもうずっとね、そのでもこの期間を使って本を読んでもらいたいとか、メッセージを伝えたいという思いはわかるんですが、教育現場の思いとは違うのです。で、市長の思いが教育現場にと協議があって、じゃあ柔軟な対応でいいのか、でも突然直接面談でっていうふうに言われると学校現場は大変混乱をしたっていうのが今回の実情ですので、市長の繰り返しますが、市長の思いは十分に理解しつつも、これは私はかなり学校現場には、いろんな思いの保護者に対応する現場としては混乱が生じたなというふうに思っておりますので、その辺についての顧みた市長の見解をお伺いしたいと思います。はい、市長。はい、それではお答えいたします。まずこの図書カードの配布は私がどうのこうのというよりは教育委員会としっかり議論した中で、今何をすべきなのかで、この緊急事態宣言が出て本当にこう2ヶ月間学校に行けないか中で我々はどういうことができるのかという、そういう中から生まれてきたものであります。で、配布方法についても本当に先ほど答弁しましたように教育庁とかあと補佐理事長はじめ小泉先生もそうですし、もう皆さんと何度も議論をする中でどこまでやるのかという話をした中で、最終的にはそこでやれるというふうな判断の中で行ったところでございます。で、中でも直接会った方がいいんではないかというのは、カードというよりは虐待等の課題も懸念されるということで、当然報道されていますが、子どもたち の様子ですね、その出てこられない方は窓からちょっと見るのもそうですし、距離を空けるということも言っています。マスクを着用で、家の方もマスク着用で出てきてもらうと、こういうふうなフローチャートを作った中で、今回実施をいただきました。しかしながらおっしゃったように現場の混乱でありますとか、そこは徹底できていただくこと、これは大変申し訳なく思うところであります。今後しっかり今回のことを教訓にまた取り組ませていただきたいと思っています。以上、答弁とさせていただきます。はい、16番小牧和美さん。ぜひですね、物事をするっていうことについては、十分な協議、緊急性を要したという理由はわからないではないですけれども、議会としては24日の今日の議会に諮っていただければ、それらの意見も申し上げることができて、それを踏まえた配布の仕方っていうことも考えていただくことができたというふうに思うわけですが、何しろ先決ということでもう実施されているということでありまして、私たちは事後報告を受けたという形になっておるわけでございます。先ほどもありますが、この先決については通年議会を取り入れた森山市議会の私たち自身も
専決のあり方についての検証が曖昧だったという反省もありますけれども、ぜひ市長としてもですね、通年議会のあるわけですから、しかも臨時議会が決まっているわけですから、別に4月の22日に図書券を渡さなくても、連休明けの5月になってから図書券を渡すという方法もありますし、他市では面談で図書券を渡していない全員のお宅に郵送をするという形を取っているという配慮をしている自治体もあって、それは総合的にいろんな保護者の気持ちがあるということを勘案した上で、直接の手渡しは避けて郵送という形を取っているということですので、くれぐれも申し訳ありませんが、いろんな立場からの人たちの意見を聞く中で、総合的にどのような方法が良いかということを、対応をお願いしたいというふうに思っております。今回の選決についてはちょっと早かったなっていうふうに思いますが、いかがでしょうか。はい、市長。はい、市長。はい、それではただいまご質問をお答えいたします。配布時期について我々も本当にいろいろ議論しまして、本来であればこの臨時会議にかけた上でという話もあったんですが、実は郵送しようとすると全体で80万円ぐらいお金はかかってくると。で それであれば子どもたちのために使った方がいいなという議論もあり、また5月以降直接手渡せるかどうかというところも見えない中で、先生たちが回られるときに、家庭訪問されるで渡してもいいという話になりましたので、であればこの方法が一番子どもたちにやっぱその先生方の思いを伝えられる、また子どもたちが生活習慣学習をしていくきっかけになるということで、この時期しかないと今回は判断させていただいたところでございます。いずれにしましても専決処分というのは本当に限られた場合に限ってということであることは十分認識しておりますので、今回いただきましたご意見等を踏まえながら今後また取り組んでまいりたいと考えています。以上、答弁とさせていただきます。はい、16番小牧和美さん。はい、ありがとうございます。今回のこのことについては私も多方面から意見をいただいておりまして、多分ですね、私もその人から意見を聞かないと、そんなに過剰反応しているお家もあるんだなということが分からなかったんです。本当に、このコロナの怖さっていうのをこう知れば知るほど、で家族にそういう病気の人たちがお家にいらっしゃるお家などは特にですが、すごく過敏になっていられるので、学校の教師といえども先生といえどもプリントを渡すっていうことでさえもすごく慎重になっているお家もあるということを聞くとですね、多分市長そういうねことを、私は知らなかったんですね、それだけ過敏になっているお家があるっていうことね。なのでいろんな人の意見を聞く中で良い方法、私は80万円を、でもこのコロナの、感染に、過敏になっている人にとってはその80万円がかかったとしても郵便で送ってもらった方がありがたいと思うお家もあるかもしれないので、くどくなりますけども総合的な考え方で事業執行をしていただきたいなというふうに思います。選決についてはくどくなりますが、お互いにその在り方についてこれから慎重な取り扱いをしっかりとしていきたいなというふうに思います。以上で質問を終わります。以上で緊急質問を終結いたします。